こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。韓国に導入されている F-35A ステルス戦闘機ですが、やはり気になるのは、当然機密情報でしょう。しかし米兵が、24時間張り付いて監視している状況です。もう一つ言いますと、韓国仕様は、外側だけが F-35A 戦闘機というところでしょう。では、もう少し詳しく見ていきます。日米ともに、信用していないのが現実で、ただ米国が売り込んだだけかな。日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカは、ロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型をお隣の韓国でも40機を目標に調達中だ。韓国では当初総数で60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだが、現在は40機に下方修正しており、2020年10月までに24機をすでに調達している。こうした中で、韓国は、軽空母の保有計画を表明し、確定か否かは、まだ判然としないが、これに向けて短距離離陸、垂直着陸可能な B 型も、20程度の調達を目指す方向で動いている。日本の現状がどうかといえば、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ、本国アメリカに次ぐ多さとなっている。韓国が、B 型や軽空母建造の方向性を打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦、いずも、加賀、に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいようにしか見えない。ただし、B 型は、世界まとめても、アメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せているため、ここに来ての韓国の動きは、ロッキード・マーチン社からすればある意味歓迎しているのかもしれない。しかし、軽空母の開発に先立ち、韓国側が要求したとされる設計の前提に、必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか、明かせないと、当然の対応を見せているのも事実だ。そもそも、韓国は、現在保有している、独ト、旧揚陸艦の後継艦に、従来は、3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたが、これは中国に、空母保有だと思わせない配慮だと見られていた。それが、日本の海上自衛隊が護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗上としてなら中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたのだろう。周囲を広い領海で囲まれた日本からすれば、中国軍の脅威に対して、南西諸島の防衛には、限られた陸上拠点からだけでなく、出雲、加賀によって運用される B 型の必要性もうなずける。ただでさえステルス性能の向上のため、燃料搭載量の限られた F-35 ライトニング2戦闘機は、B 型だけでなく A 型も従来機より、航続距離、行動半径が短く、空中給油機とともに必須と思われるからだ。しかるに、
韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、十分陸上の飛行場からの A 型の航続距離、行動半径に収まるものと考えれる。まあ、政治的に韓国内で承認されるのならば、日本側が何ら口出しすべきことではないのだろうが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは危惧される。これは余談だが、イタリアも F-35 ライトニングに戦闘機を A 型、B 型とも調達を進めている稀有な国の一つだが、新型コロナウイルスの影響で中国の経済援助にますます依存しつつある。韓国は完成品の F-35 ライトニングに戦闘機を購入しているのみだが、イタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て、製造やメンテナンスを行う拠点 FACO を日本と同様に有している。これを考慮すれば、イタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報量説もかなり危険性が高いのではないかと感じられ、韓国同様に。その意味で、日本にとっては脅威に思える。さて、イタリアの件で触れたように、日本では三菱重工業が愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て、製造やメンテナンスを行う拠点の FACO の開設を行っており、アジア地区の同機の整備を担当する。搭載するソフトウェアの更新で最新の能力を付与されていく。F-35 ライトニング2戦闘機には日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが求められる。ここにおいても韓国は言うまでもなくアジアの F-35 ライトニングに戦闘機保有国なわけだが、政治的にも感情的にも、日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでおり、この点も先々問題化しそうだ。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、ざっくりとではあるが、A 型、B 型の合計数147機の平均で、1機あたり約120億円強に相当するが、これは実は韓国より3割ほど高額らしい。調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず、日本側が高額だというのは理屈に合っていない、もしくはアメリカに言いようにされているとの指摘もあろうが、先の FACO 解説を含んだものと解釈されている。韓国は現在自国でインドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX についてもインドネシアからはしごを外されつつあり、開発費の負担上からも窮地に陥っている。それでも、日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出しているだけに、国民から、もっと有効な使い道を求める声も、一部からは、すでに噴出してきている。